JR 吾妻線に乗って群馬県を巡ります。旅人は井上拓也さん。いやー、群馬初めてですよ。旅の始まりは渋川市、飛鳥時代の創建とされる水沢寺。江戸時代から参拝者に出してきた名物があるそうです。水沢うどん。周辺には13軒のうどん屋さん。昔ながらの手打ちにこだわるお店がありました。お待たせしました。はい、森になります。わー、すごーい。え、なんかうどんきれえ、きれつやつやしてる。ほら、おいしい。あ、やっぱ弾力が全然違う。噛んだらすごい跳ね返ってくる感じする。これまでに食べたことないうどん。水沢うどんはツルツルとした食感とコシの強さが特徴。店主の山口忠和さんです。周辺は古くから小麦の産地で湧き水に恵まれていたそうです。大量にこねて台にのせ、ここからが水沢うどんの手打ち。体重をかけ足で踏み、大踏みって言ってでかい30キロから35キロぐらいの。だいたい何人前ぐらいなんですか。100人は楽にあります。それ伝統的な作り方は何ですかね。そのうちは400年ぐらい経ってます。手打ちの店は少なくなったそうです。もう手打ちだけは譲れねえですよね、どんなことしても。大踏みの後寝かせ、2日をかけて生地を作ります。山口さんは41歳で脱サラして店をオープン。朝晩生地を作り、昼は接客、休みなく働いてきました。一番かわいそうなのはチビだよね。朝仕込みして夕方だから泊まりも行けない。連れてったとこが思い出さないぐらい、わずかに残っていた家族旅行の写真。長男の正人さんに当時の話を聞きました。一番根に持ってるのはやっぱ県大会とかそういうのに行った時に誰も来ないっていうのは、群馬県で一番になりましたってなったとしても、誰もいない。正人さんは大学卒業後、会社勤めをした後、店で働き始めました。実は自分にも子供ができ、父のうどんに打ち込む姿が今は誇らしく感じます。しかし、父には言いません。生地作りも覚えようとしません。今じゃあお前に渡すって言われても、できることならば長く続けてもらって、でも今はそのタイミングじゃないですね。まあ元気なうちは頑張ってもらって。息子の少し複雑な父へのリスペクト。冬は温かいうどんも人気。ありがとうございます。おー、あ、いい香りした。魚介だしの効いた優しい味。あ、うま
うまうま。実は水沢うどんは讃岐うどん、稲庭うどんとともに日本三大うどんと呼ばれています。歴史もあったり、はい、お父さんと息子さんの思いもなんかうどんにすごい詰め込まれてる気がして、群馬から世界にみんなに知ってもらいたいなって思いました。ありがとうございます。日本ぶらり鉄道旅、吾妻線に乗って群馬にいらっしゃいと言いたくなるようなグルメや温泉を探します。線は山に囲まれた渓谷を吾妻川沿いに走る路線。今回は渋川から長野原草津口まで42キロ、その後バスで草津温泉を目指します。渋川駅ですね。渋川を出発。おおのがみ温泉で途中下車。温泉に詳しい人がいると聞き待ち合わせ。おじゃると申します。おじゃるさん、はい、よろしくお願いします。温泉の魅力を発信するブロガーおじゃるさん。あの温泉が好きで、はいはい、群馬の温泉地全部回っちゃったっていう感じです。全部ですか？群馬県内に96あるんですけれども、温泉地っていうのは宿泊施設がある温泉のことを言います、はい。おじゃるさんのブログ、96の温泉地を9年かけて制覇。入浴した施設はなんと320。中でもここ小野上温泉は特別だとか。うわーすごい。なんでね、おすすめしたんですか？トロトロが、とにかく。トロトロですか？肌にまとわりついてくるようなトロトロなんですよ。へー。群馬全体の中で1割ぐらいしかないので、貴重な温泉です。そうなんだ。ここはアルカリ性の温泉。おじゃるさん曰く、トロトロで肌に優しい感じがする。うわすごい、体にまとわりつく感じする。これほらとろっとろしてる。すごくわかる。小野上温泉の他にもおじゃるさんおすすめのとろとろな温泉が。例えば藤岡市の井の田温泉はまったりと優しく包み込んでくれるお湯。さらに沼田市の白沢高原温泉は湯上がり後のお肌のすべすべも長続き。おじゃるさんは群馬県に生まれ育ち、仕事をしながら40代で温泉巡りをスタート。体調不良が続いてまして、これはもう一生薬飲むのは嫌だなと思って、じゃあいっそのこと、まあ湯治でも兼ねて温泉巡りでもやってみようかなって思ったのがきっかけなんです。ああ温泉ってこんな世界があったのかっていう感じで、なんか嫌なこととかもみんなもう温泉に流しちゃうみたいな、好きになってもらいたいなと思ってブログに載せてみたら、なんかちょっと皆さん興味を持ってくださって。めちゃくちゃ気持ちよかった。皆さんよかったです。
もう一軒全く別の温泉あるんですけど、行きたい、ぜひご案内してください、はい、ぜひぜひ、やったー、あがつま線で温泉巡り。おじゃるさんと小野上温泉を出発。次は中野城です。中野城で途中下車。バスで25分。ここどこですか？ここは沢渡温泉っていう。沢渡温泉、はい、ほう、歴史のある、こんにちは。江戸時代に創業したという老舗旅館。おじゃるさん曰く、ヒノキ造りの浴室で石臼を使った湯口がチャーミング。温泉の成分が付着しています。もうあれこそ本当に本物の温泉を物語ってるっていうか。さらにこれが湯の花なんですね、はい、私はもう大好きです。湯の花っていうの、はい、プリプリしてる、はい、温泉の成分が固まった湯の花。湯の花を見て癒されるとおじゃるさん。こんな風にこう質感のある湯の花ってあんまりなくて、うん、そうなんだ。沢渡温泉の他にもおじゃるさんおすすめの湯の花の温泉が、例えば南牧村の星尾温泉には細かな金色に見える湯の花。さらに草津温泉も湯の花で知られています。僕の知らない温泉ばっかりで、ものすごい温泉に興味持ったし。でもね、温泉巡り始めるまでは群馬って何もないと思ってて、でも温泉巡り始めて、はい、もう群馬大好きってみんなに知ってもらいたいし、来てもらいたいって。これからも群馬の温泉を広めていきます。中野城の街中に戻ってきました。この街で2年おきに開催される芸術祭があります。観光案内所です。中野城ビエンナーレといいまして、はい、作品を展示してご覧になっていただくイベントなんです。次回は2023年の秋に開催。一月、町中が展示会場になります。参加するアーティストは国内外から100組以上。町を挙げてアーティストを応援する施設がありました。あ、小学校って書いてある。はじめまして。どうも、はじめまして。ここってね、小学校って書いてたんですけど、はい、そうです。芸術家に教室をアトリエとして貸し出しているところ。あー、なるほど。廃校になった校舎がアトリエ。5組のアーティストが活動しています。もともと、もともとがね、図工師だったんですよ。あ、図工か。案内してくれた糸井淳さんはアート作品を手掛ける写真家。これは前回のビエンナーレで使った写真。これなんですよ。どうぞ。何これ。溶かしたろうに浸して引き上げて、はい、もっと光が通るようになって、光を通す写真を並べて一つの作品にしました。その時の映像です。廃校となった教室に150枚の写真。タイトルは追憶の部屋。廃校となり時間がとどまった空間で、さまざまな時間を写した写真と向き合うアート。私のその写真を見てもらって、はい、私もこういう時あったっていう風な、そういう重ね合わせてもらえるような感じになると、それも面白いな。糸井さんはアメリカの大学で写真技術を学び、
十数年海外で活動。その後さまざまなアートでビエンナーレに挑戦。さらに2017年、活動の拠点を中之条に移し、目指すものが少し変わってきました。この日は森の中で撮影。古い切り株に芽を出した杉を狙います。木々を取るのは中之条で始めた仕事と関わりがあります。ハローワークに行ったら、はい、この中之条町の林業で募集が出てたんですよ。5時半に起きて、はい、お弁当作ってご飯食べて。体はきついけれど不思議なくらい清々しい日々でした。3ヶ月で10キロ痩せてすごい健康になりました。仕事を教わった73歳の親方。わあ、いい写真。山間部の村で生まれ育ったんで、森の中のものを使えるものは使える、はい、木はどういうふうに使えるとか、あの辺には動物がいるからって、そういうこと全部知ってる感じ。林業を通して森の神秘に心を寄せていきます。その自分の感覚、見る聞く匂いとか、そういったものがすごくなんか敏感になった気がします。優しくもあるし、強いし、時には牙を向いてくるし、こういうところを全部体験できるのが面白いと思います。中之条の森で新たなアートが生まれる予感。群馬にいらっしゃい。 JR 吾妻線の旅。中之条を出発。郷原。郷原で途中下車。群馬県の特産品を作る農家を訪ねました。こんにちは、井上拓也と申します。小宮拓也さんです。はい、よろしくお願いします。こんにゃく芋です。こんにゃく芋。こんにゃく芋って、こんにゃく芋の 90% 以上が群馬県で栽培されています。これが元です。すごい、こんな形なんですね。ちょっとゴツゴツしててね。ね、こんな重いですね。そうですね。こんにちは。小宮さんのお母さんにこんにゃくを作ってもらいました。実はこんにゃくのほとんどが芋の粉から加工。生の芋から作れるのは冬だけ。まずは一口大に切り、ぬるま湯と一緒にミキサーで攪拌。どうなんねやろ。次に凝固剤を加え、火にかけながら素早くかき混ぜます。あ、でもこんな、だって取れたてですぐこうやってこんにゃくに作っててないですもんね。美味しいやつができる。そうなんだ。その後、型に入れ、茹でると出来上がり。こんにゃく尽くしだ。炒め物と煮物、美味しそう。でも一押しは刺身。一番インパクトあるのは刺身だと。刺身。生のまま薄くスライスした刺身。うん。うん。
食感がもっちもちしてたし、食べた瞬間鼻にめちゃくちゃいい香りしました。これがこんにゃくです。これがこんにゃくなんだ。芋の栽培はとても手がかかるそうです。できるまでに3年かかってるんで。そんなに？そうです。3年？そうです。最初に植える種芋、重さは平均 10g ほど。1年目、種芋を畑に。だいたい6月に種植えして、はい、掘り上げるのが10月下旬から11月っていうところですね。あ、なるほどね。芋は 70g ほどに。2年目、 70g の芋を植えて掘り出すと 300g ほどの大きさ。芋は冬の間貯蔵庫で保管。でもどうして？土の中でやると正直言うとここは寒すぎるんです。へ、土と一緒に凍っちゃうんです。あ、なるほどね。そうなんです。だから一回一回毎年掘り上げてこうやって管理をして、でまた畑に戻してやるっていう形ですね。なるほどね。3年目、 300g の芋を植えて、その半年後 1.5 キロを超える芋に成長。小宮さんは化学肥料を使わず農薬を減らす芋作りに長年挑戦してきました。生の芋から作るこんにゃくは冬が2代目。本当に冗談なしで世界の人たちに食べてほしい。だって群馬の誇りよ。本当にそんぐらい美味しかった、ありがとうございます。JR 吾妻線沿線の皆さんはふるさとに誇りをお持ちでした。ゴーバラを出発。おお、あ、すごい。吾妻川ともそろそろお別れ。着いた。長野原草津口に到着。草津温泉を目指します。バスで25分。まずは町のシンボルへ。草津温泉湯畑、これか。おー、うわ、すごいな。高温の源泉を冷やす施設で、芸術家岡本太郎のデザイン。温泉街には宿泊施設やレストラン。自然豊かやな。草津の町に生まれ育った超こだわりの料理人がいました。こんにちは。いらっしゃいませ。シェフの綿貫達秀さん。群馬とか草津の近辺の吾妻郡のお野菜ですとか、はい、お肉なんかを使ったイタリアンのコース料理を。ああ、そうなんですね。こだわりは群馬県産。こちら山の幸の前菜の盛り合わせになります。すげえうまそう。キノコは地元吾妻産で、ズッキーニは群馬県の嬬恋産、そしてハムは自家製。群馬県産の鶏の胸肉を使った真空低温調理した自家製のハムになります、はい、すごいな。さらに冬のおすすめ、ニジマスの自家製の燻製、冬のお料理になります、私が群馬県内で釣るんですけれども。すごい、わざわざ釣ってきてまで、はい、草津から車で1時間半、清流で育てられたニジマスを狙います。川場っていうぐらいだから水が綺麗なんですよね。ニジマスとかイワナの味も全然違うんですよね。違うんや。店に戻り、まずは玉ねぎやニンニクの皮と一緒に1日塩漬けにし、その後乾燥。
いよいよ燻製。この日は桜のチップ。これあの薪ストーブで桜の木を切った時の残りを取っといて。はあ。一人で全てこなすのが綿貫さんの流儀。群馬の食材にこだわる理由があります。私は最初修行したのはモリーゼという種類だったんですけれども、はい、兄弟がものすごく強くてですね。ほうほうほう。綿貫さんはイタリアの中央部、自然豊かなモリーゼ州で3年修行。いろいろな食材イタリアもあるんですけれども、はい、自分が生まれ育ったこの食材を使ったこの料理が一番だっていうのをものすごい思ってて、いやそれって素晴らしいことだなと思って。帰国後、群馬の食材を探しては試行錯誤。やがて一つずつベストな調理法を見つけていきます。おいしい。ありがとうございます。そっか、これも群馬県産か。ここでしか食べれないし、わざわざここに食べに来たいなって体感したいなってすっごい思う。群馬県産の穀物にもこだわり、パスタやパンもすべて手作り。食材は生産者の努力で年々美味しくなっているそうです。買い出しに父親が農家に行くんですけれども、形が悪くてもなるべく地元産の旬のものを、採れたての野菜美味しいし、お肉も美味しい、あの余すとこなく使うように。手はかけますけれども、シンプルな料理で素材の味が出るような料理を心がけてます。キノコと鹿肉を煮込んだパスタ。群馬県産黒毛和牛のステーキ。うまー。群馬で育った牛ってことですもんね。小麦も取れるし、キノコも取れるし、群馬県ってもう食材めちゃくちゃ豊富なんですね。群馬って結構美味しいのいろいろあるんだな、草津は温泉だけじゃないんだななんて言ってもらえると新たな旅の発見じゃないですけれども、あの感じてもらえたらと思いまして。夜の湯畑です。いや今回の旅で皆さんの温かさとか自然の豊かさとか食材の豊富さとか、この魅力は群馬でしか味わえないから、世界中の人に僕自身も伝えたいなって思えるような旅になりました。今日の鉄道グルメは東吾妻町で見つけたデビルズタンバーガー。こんにゃく芋は花の形から英語でデビルズタン、悪魔の舌とも呼ばれます。デビルズタンバーガーは具材に特産品のこんにゃくを使ったご当地バーガー。道の駅などで楽しめます。